新型コロナウイルスに感染した県議会議員とその濃厚接触者合わせて14人のうち14人の議員が所属する自民党会派の会長は、クラスターを発生させたことについて、謝罪しました県議会最大会派の自民党県民会議は先月17日、役員の引き継ぎのため、一部の議員が飲酒を伴う懇親会に参加し、 10人が感染、4人が濃厚接触者として開会中の11月定例会を欠席していました。県議会では今日から一般質問が始まり、感染した議員7人と濃厚接触者4人の合わせて11人が復帰しました。濃厚接触者として議会を欠席していた自民党県民会議の村上智幸会長は、懇親会で感染が広がったことを謝罪しました。 感染予防対策を最前線に立ってやっていかなくてはならない立場であるにもかかわらず、こういったクラスターを発生させてしまったことに対して、心よりお詫び申し上げます。県議会では、議員の感染を受け、コロナに感染した場合の氏名公表の基準を、今議会中に策定する見込みです。 本人はともかく家族、そして関係者、そういったことも配慮に入れながらの公表については議論を重ねていかなくてはならないと考えております。